はい、アッツだよ。今日は円の書き方をやろうかなと思います。円の書き方はね、だいたいいろんな取り方があるんだけど、一般的なやり方として、あ、ちゃんと測ってなかった。まあ、深淵を書きたいんだったら、まずしっかりとブロックを書くと、縦横同じ長さで、で縦横をしっかりと4等分まずして、でさらに分割をしていくと。この時点でずれちゃうと、全部がずれちゃうから精密に書くこと。ここまでの分割の仕方はね、前回の見てくれたら載ってるので、全く分からなければ前回のちょっとね見てから やるといいかな。こんな感じ。ここまでが準備。じゃあそこからどうするか、ちょっとね色つけてボールペンでやろうかな。そしたら一番端っこをね、こうやって引く。そうするとここに斜めと縦の線ぶつかるところが出来上がると。でまた反対側に引くと、ここぶつかるところができる。これをね縦横全部やります。ね、こういう風に重なり始めるとどんどんややこしくなるんだけど、よく間違うのがね、ここと斜めと斜めのところで取っちゃう人がいるんだけど、こうじゃなくて縦とか横の線と斜めの線のところ、ここね。でもう一個引く。そしたら斜めの線と縦の線のここ、斜めの線ここね、でここだわ。こんな感じでできたら、ここの一番真ん中の部分もね使うんだけど、ここをこういう感じで経由して線を引いてあげると。で慣れないうちはもうまっすぐでもいいから、こうやってカクカクしちゃっていいから、こうやって入れてから、後からバランスを取るように経由して円になるようにきれいに調整して入れてあげると。ほら半分終わった。もうだいぶ丸いでしょ。でこの円の取り方は、でかい円を描くときにはすごく重宝するのでね、ぜひ忘れずに何度も練習してほしいかな。こんな感じ。ほら切れないになった。じゃあ他にはどんな入れ方があるのかと。もう一個あってね、もう一個の方はね、ちっちゃい円を描くときとかによく使えるんだけど、例えばどのくらいにしようかな。でこんなちっちゃいと、なんか4等分8等分するのすんげえ大変なので、線が多くなりすぎちゃうしね。なので斜めと横と一旦この状態で取っとく。そしたら
ここのなんだろうな、この四角、この四角っていう、こう斜めになったところをだいたい目分量にしちゃおうかな、3等分にしてもらいたいんですよね。気になる人はちゃんと測ってやるといいけど、だいたい3等分に切ると。そしたら3等分のここ、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 ここを経由するように円を作っていってあげると。小さい円の時はだいたいこれで円取れるのでね。あと狂ってんなっていうのはもう微調整で直せばいいし、でかいと微調整がでかくなりすぎちゃって円取りづらくなるんでね。3等分もうちょっとそうだったかな。これで調整して円を作ると。小さい時はこれでいいと思う。まずこの 2つのやり方をやっとけば、でかいやつちっちゃいやつとね取れると思いますなんだけど、今の書き方は、まあ、真上からなのでパースが、ね、取れてないので、ちょっとこっからじゃあパースついた円はどうするんだと。これもね前回と同じで1点通し、2点通し、3点通し、まあ、この場合は3点通し使わないから1点か2点だけど、まずしっかりとどこに行っちゃうね。1点通しは簡単だ。あでも見せた方がいいか。アイレベルを引いて1点通しだった場合、1点じゃあここに作ります。消失点がここだから四角もじゃあこのくらいのサイズ感にしようかな。じゃあここに円を描かなきゃいけないと。パースがついてますと。さっきと一緒でこうやって真ん中をまず作って、真ん中ができるってことは横は、まあ、横でいいので、これでね4分割、さらに割っていくと。ここはもうぶつかっちゃってるから、ここは実はね2等分のラインになるので、ここで取っちゃう。で綺麗に取れてるから、ここで取ってるパースがあってれば、ここのぶつかるところも全部通ってるので、これ綺麗に取れてると。でここまでできたら、またちょっとまた分かりやすいように赤線で引こうかな。斜めに外側を引くと、そうするとここがぶつかると。斜めに引くと、失礼、寒いね。あこれじゃ分かりづらいな。斜めでここね、斜め、縦もしっかり引いて斜め、とここがぶつかると。で慣れてくれば線だらけになっちゃうので、全部引かなくてもここだけこうやってチェックしてでこれも全部引かないでぶつかるとこだけチェックして、あここだなっていうのを風にやると線なくても引きやすくなるので、で引いたらここをここもね含めて経由するように線を入れていくと。で実際これを緩くしていかなきゃいけないんで、ここがこんな角張っちゃかっこ悪いので、当たりを入れたらしっかりと自然な丸さになるように調整をします。
でね、円のパースがついてる、パースのついてる円をきれいに描くコツとして、こういう角張ったというか尖った場所ほどすごく気を使って丸くしてあげると、きれいに見えるので、良くない例で言うと、こういう風な角が丸いやつあんまり良くないんですよ。ちゃんと尖れば尖るほどここのギリギリが丸くなる、こういう風になるの。これがこういうのかけると円に見えるので、こういう角っことか尖る部分を一番丁寧に描いてあげると、意識してやるとパースのついた円がね、描きやすくなります。はい、ついでに二点通しの円の描き方、じゃあアイレベルここにして消失点のここに取りましょうかね。で、適当にまず四角を作っちゃうか。じゃあこのくらいのサイズで四角を作りました。そしたらこれも一緒で、まず真ん中を、角と角で真ん中を作ったら、2点の消失点に向かってちゃんと分割をしてあげると。で、この何度も言うけど、本当 0. 点何ミリの差で誤差になって、どんどん絵が狂っていくから、丁寧に丁寧に描くこと。はい、これでまずは分割がきれいにできました。で、さらに斜めを入れていくと。で、分かりやすく、もうぶつかったところしか線を入れません。いっぱいやりすぎ、実際を描くときに線ありすぎると原稿も汚れるし見づらくなるのでね、こうやって必要な線だけにしていくと、慣れてくるとこれで十分なので、よし、こんな感じそこを経由するように、知ってきたかな。こんな感じ。パースのついた円。